に顔を止めてお前うるさいロケの番誰も知りやしないトラブル交差点で歌っているフライングファクシーこの音を出して歩くよハードワーカー自分の暮らしが一番自分を傷つけると泣いてる俺たちは遠くの街からここからずキッチン皆さんこんにちは日照府のコミュニケーションレストランココロクッキングエンターテイナーの大西哲也です今日もよろしくお願いしますお願いしますじゃあ、どうしたのココロココロズキッチン今日はココロズキッチンですねはい、はい、なんだったんですかん今のあ、尾崎豊なんで今スクランブリンロッケンロー知らないですけど、その人えいやいや、尾崎好きなら全員知ってるあぜいや全員そう尾崎豊を好きじゃない人は10人に2人ぐらいかな、うん、なんで10分の10攻めないですかいやあれが一番ライブで盛り上がるからライブじゃねえんだよココココロココココロズキッチン、ということで、今日のココココロズキッチン、今日のテーマはオムライスだイエーイ跳ねてる跳ねてる分かってきたね分かってきたねここここ多いわ今日はオムライスですねはい、はい、やっぱりみんな知りたいかなって思うそうですね、うん、だしね僕がお料理まだ全然やってない時に、うん、一番最初に練習したのがオムライスちょっとお料理本格的にやろうかなって思った時に、うん、じゃあ何から練習しようかなって思ったのが最初オムライスでしたオムライス嫌いな女の子いないしと思ってああそっちね、うん、でもね女の子がね彼氏に作ったりするからねうん、うん、そう当時めちゃくちゃ練習したわけですねいやめちゃくちゃ練習しましたでもそれからやっぱり練習していろいろ作れるよ包むやつも作れるようになったし上に乗せてこう割って、はいはいはい、ふわふわ系もできるようになったし、はいはいはい、今お店で出してるやつとかはもうもっと簡単に、うん、もうフライパンでふわっと作ってポンって乗せるだけのやつです、はい、もうそれでいいんじゃねえかと思ってね、はい、なんで今日はねちょっとオムライスの作り方やっぱり家庭で作るのとはちょっと違うポイントっていうかなやる人は知ってるんだけどやらない人絶対知らないポイントとかまたありますんで詳しく説明しながらやっていきたいと思いますよろしくお願いしますで、本日の、材料を紹介しますはい、オムライスだからまあオムいるよね卵オムっていうオムオムオム本当にいやそれはオムギャグでああギャグギャグか卵2個1人前に2つ使いますね、はい、玉ねぎ、まあ、4分の1個鶏肉 50g とか 60g とか結構多い、まあ、あとご飯お茶1杯、まあ、200g おチキンライス作る時のケチャップすごいいっぱい入れると思わない 50g ぐらい大西的隠し味みりん大さじ1杯ぐらい、まあ、あと塩コショウとそれと、卵をふわふわにするために、僕は牛乳を、30cc 生クリームを 30cc よいしょとはいこれで完成です完成間違えたじゃあまずチキンライスを作っていきます玉ねぎをスライスします玉ねぎスライスねこれ横の何それさこれたださ立ってみてたらさここ真横がさただ薄いだけになるやんだからこう横はこうまず横にこう切れ込み入れてでこうしていくと全部薄くあら、うん、便利ね便利でしょわかる横だけなんかねひくやってなるよねで鶏肉は、まあ、ちっちゃく切ってください、まあ、同じぐらいのね大きさになるようにね切ってください、まずですね玉ねぎを炒め始めるでフライパンを熱して強火からでいいですサラダ油さえ入れてよいしょ、まあ、鶏肉炒めていきますで、まあ、鶏肉に全体にまあ火が入ったら玉ねぎを炒めるという感じかなでこの炒め加減とかはまあお好みでこれはまあそんなに結構火入れすぎたら硬くなったりするからねで全体に、まあ、ちょっとまあ全体白くなってきたかなって言ったらまあ玉ねぎを入れるまあ黄色めになるぐらいで炒めるかな、うん、オムライスの中の玉ねぎってどういう感じでしたっけいや どうでもいいみじん切りでもいいしスライスでもいいしあいい匂いする炒まさってあいいですねっていうところで、一回これを避けますでまた空いたフライパンあるでしょでこれ鶏の旨味が残ってるから
そのまま使いますよ。また油をちょっと入れて、足してね。そうそう。でここでケチャップだけ炒める。へえ。これみんなやらないでしょ。やらない。かけちゃうね。オムライスとか、まあ、ナポリタンでもそうなんだけど、何失敗するってご飯がべちょべちょになってる。はいはいはい。それはねケチャップを炒めないから、みりんも入れるから。これでケチャップだけ炒める。こうやってで水分を飛ばす。でこれケチャップの炒め具合見といてね。炒めてたらケチャップが固まってきて、うんうん、なんていうんだろう、ちょっと黒っぽくなってくるから。まだ GoPro 動いてるね。パピーとか言ってる。うわー、いっちゃんダメなとこ。うそで、まあさ、こんなさ、まあ、黒っぽくなる。黒っぽくなって、こう、なんていうの、固体になってくる、だんだん。だんだんになってね。そう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 。なんか、こんなぐらいまで炒める。うん、水分飛ばす。おーおー。で、そしたら、もう避けといたのを、戻す。ね。で、絡める。ね。これ。で、した後に、ご飯、入れる。みんな今まで逆やってなかった？肉とか炒めてご飯入れてケチャップ入れてませんでした？もう水分を飛ばしてやらないとちゃんと美味しいオムライスにならない。美味しいチキンライスができません。で、まあちょっと味見して、マイルド好きならこのぐらいでいいし、これはちょっとやっぱり胡椒とかね、しょっぱね、濃いめ好きだったら、まあ、塩ちょっとかけて、まあ、塩胡椒で味を整えるってやつだ。で、これでチキンライス完成です。はい、OK でしょ。で、卵、生クリームと牛乳入れちゃう。塩コショウ振る。結構いいね。そうそう、割としっかり味付けちゃっても大丈夫です。結構溶く。あ、これ卵溶くときにこれ箸1本ずつでこうやって溶くと、すげえなんかしっかり白身が分離して、こう切れます。うん、まあよくほぐし、オムレツを上手に作る方法、つかないフライパンを使う。いや本当にさ、いや本当にだよ。機械だよ。いやそれが一番大事だよ。本当に本当に。で、あとはね、やっぱり温度の管理、やっぱり卵がそのさ70度ぐらいで固まっていくとかね、理解するとかも大事だけど、くっつかないフライパンを使うこと、まず。佐々木健介の嫁の。そうチキンライスもう持っとこうかな。これ型に使わない場合はなんかこう、ああしゃもじでペンペンすればいいんですか。あのね。で、これ俺はまあ型あるからさ、こうやってポコって入れるよ。ポコって入れる、うん、こんな感じになるけど、使わない場合はこうやってさ、こう普通に入れるでしょ。で、してラップかけるでしょ、うん、で、もうラップでこう、あー、なるほどね。こうやって、まあ、どうせ上にかけるからさ、ご飯用意するでしょ、うん、フライパンに火を入れます。これの時に、バターの方が美味しいね。まあ大さじ1、15g とか、まあ、そのぐらい入れてやる。まあな、これオリーブオイルでやってるけど、オリーブオイルならオリーブオイル風味になるし、油は必ず入れてあげてください。で、これもフライパンは、結構温めます。もうさ、フライパンにさ、卵をちょっとピッてつけて、こうジューってなるくらい、うん、軽く。で、いくよ。卵を、塩とかあるからもう一回かき混ぜて、うん、ここに入れる。フライパンに入れるでしょ。下が固まってくる前にこう混ぜる。こうする、うん、こうやって。そしたらさ、ほらふわふわになってきた。そんなの。おお、え、箸とかじゃないんですか。あ、そう、俺もこれだけ、左手のみだね。で、下ふわふわになるでしょ。で、これこれスコってかけるだけ。簡単でしょ。ほら、マジで。マジです。そう、こんなもんだね。ケチャップでもかけてあげればいいんじゃない。まあ彩りって大事だよね。緑必要だって言ったじゃん。パセリ振るだけ。はい、今日はこれで決まり。ふわとろオムライスです。うるさい。ここから。はい、できました。はい、ね、簡単でしょ。はい、で、今回は大西的、ね、簡単なやつだけど、これの他にやっぱり2種類知りたいよね。包むやつと、結構ふわっと開けるやつと、それ全部やっちゃいますね。ありがとうございます。ここ。
と想定を殺すオムライス。もう今回は卵の大盤振る舞いだ。クパオムライス。どんどん混ぜてね。え？そう。なんで？どうしてそんなことするの？こういうことでしょ？おお。タカタタタタ。熱々。試して合点と包む。本当に。本当に。はい。失敗してねえから。ラップ好きだな。丁寧にやればもっと包むタイプのオムライス完成です。あ、早速食べてみようと思います。彼氏のデートなのに使っていいよ。うん、めちゃめちゃうまい。これいいね。いいでしょ。これで作りたいなって思う。異性を落とすオムライス。